小笠原しじみは、昆虫校長目しじみ蝶かルリシジミ族に分類される蝶。日本固有種全長12から15ミリメートル。羽裏は開白色で、甲子は青緑色がかる。オスは、羽表が暗い色で、外縁は黒い。幼虫は、大葉島紫、コブガシ類などを食べる。人為的に移入されたグリーンアノールによる捕食。 赤ギアシマグはモルス・オーストラリスによる植生の変化などにより生息数が減少した。生息数が少なくなったことにより大型台風の襲来などによる絶滅も懸念されている。父島では1992年以降は確認例がない。新島では1989年、弟島では1997年以降は確認例がない。 母島でも2018年以降は確認例がなく2020年に行われた調査でも確認できなかった。日本では1969年に国の天然記念物に指定されている。2008年に種の保存法により国内気象野生動植物種に指定されている。2005年から多摩動物公園で飼育か繁殖させる試みが進められ、 2016年に繁殖法が確立、2017年には1年以上の類代飼育に成功した。2019年に玉動物公園から新宿御園に個体が分譲されたが、2020年の7月に全個体が死亡した。2020年8月に玉動物公園で飼育されていた個体もすべて死亡し、分布域外で飼育されていた個体がすべて死亡した。 新宿魚園の飼育個体では、オスの生子量が短期間で激減したことが確認され、近親交配による影響が示唆されていた。2020年8月27日までに繁殖用の個体がすべて死んだと発表した。野生でも2018年以来、生息が確認されておらず、環境省は種の保存にとって非常に危機的な状況だとしている。絶滅危惧ア ありがとうございます。